どうもバンです、今日もね石積みの方やっていくんですけども、先週ね、こちらの可動石と可動石の上をやったんですけども、納得いかないんですよね。やっぱりここに段差があるのは、安全性は良くてもですね、見た目がいまいちなんですよね。やっぱり安全性、見た目、強度全部ね、この角だけはちゃんとね、成立させたいなというふうに思います。なので方針としてはやっぱここの出っ張りをもうちょっとせめてあと5、6センチ内側に押し込むということですね。で、まあ、そのためにちょっとここ、まず目ちょっと取り払ってで、この内側の貝石もある程度ちょっと引っこ抜いてですね、で、一旦ちょっとバールでグイッとね、山側へ押してみようと思います。それでダメなら、チェーンブロック持ってきてね、もう一回やり直そうというふうに思います。形、位置の配置はこれでいこうというふうに思いますけれどもね。それでは作業開始です。
ありがとうございます。これでもうエアローと言ったところではありますね。ちょっとまず名刺がねまだですけれども、大きいやつはね、揃ったと思います。まず名刺はね、まあ、見た目の問題なんでね、あとはねそれ詰めて、あとはグリッシュ詰めてといったところですね。大きめはこれでいいと思います。2回やり直しましたけどね、ここちょっと不安定感ありますけど、とりあえずここだけちょっとまず名刺やっとこうかな。あまりにも見栄えが悪いんでね、それちょっとやっとこうか。ありがとうございます。いやいやいや、とんりあえずこんなとこですね。一段落だ。本日以上です。ではでは。